します。はい、どうもありがとうございます。今日はね。東京都知事に全人類がいいよい。あれ、これ、何、何かもう始まっちゃった。はい、すみませんでした。はい、今日はですね。あの、東京都知事に立候補されてる。ゴルフ島の小松健さんであすあ。はい、よろしくお願いします。小松です、ね。この間のニコニコ動画の、あの、はい、討論会においてね、たまたまね。 になりましてで私もねこんな格好してますし小松さんもねゴルフ島だからゴルフのか、ね、ぶり物を、はい、あのしてたからねなんかきわもはこの辺に集まってるんですかね、はい、なんていう,うにあのねあにの私の周り結構キワモノがね私たちの周りいましたからねきわっていうか一般の方から見たらちょっとそういう風に見えるっていうだけでねその主張とか考えはよくよく聞いてみるとですね、はいはい、立候補するくらいの人ですからみんなね もう一線を画したすごい人なんですよもう、ね、小松さんなんかも学歴とかすすごいですしね、あのホームページ、ぜひね、小松さんのホームページ見に行ってください。もうとんでもなくすごいいいことが書いてありますからね、そういうのを見て、あこの討論会はキヤモノばかりでコスプレばかりでバカなんじゃないのかみたいなことを、ね、発言されてる人は結構いますけど、そういうの見てませんからね。<laughs> そ,うねそういう意味で今日は、ね、小松さんと対談できることはとっても嬉しいなと思いました。えー、織田信長ことさわしげみです、はい、じゃあ、まずはですね。 はい、なんか小松さんなんかご挨拶とかなんかありますかここ軽く、ね。今日対談ありがとうございます。あ,あ,ありがとうございます。えーまあ、改めましてあのゴルフ島の党首の,の小松健と申しますあ。もう自己紹介いっちゃいますね。はい、じゃあ自己紹介あの5分でお願いします言いたいこともね。はい。あはい、そうですまあ、あのー、ふだんはあの、えー、と今ゲームの会社を今、えー、と経営していまして、ゲームの会社、IT の会社を経営していて、 なで、まあえーと、会社独立して8年目になるんですけれども、まあまあ、今回まあ出た、まあ、理由としてなんですけれども、えーまあ、まずそのゴルフ島という形でですね、あ僕もあのゴルフ大好きで、まあ、ゴルフやり始めてまだ2年経たないぐらいではあるんですけれども、うん、まあゴルフされている方、非常に、まあ、お金持ちの方がまあ多いということで,で、今回僕の政策としてはですね、 お金持ちを優遇して、まあ、富を豊かにというような形ではな歌っております、はいまあ。まあ、パッと聞いたところ、お金持ち優遇すんのっていう形で、まあ、あのー、思われるような、あのー、方も数多くいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、実は、まあ、もちろんお金持ち優遇ということで、お金持ちにフォーカスしているような、まあまあ、表現にはなるんですけれども、実際にお金持ってる人に、 お金を、まあ、ジャブジャブ使ってもらうことで、まあ、経済をあの、まあ、活性化させていくべきなんじゃないかなっていうふうには、まあ、すごく感じていて、あのー、実際僕も今までいろんな事業をやって、まあ、今まで17個ぐらい事業を立ち上げて、あのー、そのうち15個ぐらいこう事業失敗をしてですね、まあ、その中で、まあ、本当にこう借金を背負ったこともありますし、 もともといた従業員の子たちも雇うのがもうできなくなって、まあ、あの本当にこう2人までこう人が減,減ってですね、給料も払えない状態とかも味わったこともあってですねで、実際にやっぱ今日生きるお金、明日生活するお金が欲しいみたいな状況を、まあ、本当にいろいろ経験をしたり、まあ、逆にこう少しお金を持ってこうゆとりのある生活もしたりとか、両極端の生活を味わってきた中で、 あのそういった時って結局その、まあ、市とか党とか、まあまあ、国に何かをこうお願いして待っていても何もかなわないんですね。それよりかは、まあ、あのやっぱりこう目先のお金ってなると、まあ、どん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 ん、まあ、自分だったら売り上げが入ってくる仕組みであったりとかですね、になった方が直接的には早いわけで、で結局その、その中でこう東京についていろいろ調べていると、 まあ、東京がやっぱり世界で2番目にこう富裕層が多いあの都市として、まあ、ニューヨークの次になるので、なんでそんなにお金持ちが多いのに、えー、と普段僕らが生活しているところではなかなかあまり感じないのかなってなったらですね、お金持ってる人は、あのー、やっぱりお金の使い方す、すごく上手で、まあ、投資に回されてですね、まあ、特に金融商品とか不動産買ったりとかで、またその将来の先になるお金の作り方いうのが、うまいんですね。 なおかつ、まあ、東京はただでさえ、まあ、税金、えーまあ、日本に関してはただで税金が高いのであの、お金が使いにくいんじゃないかなというので、まあ、あの使うこと、消費に回すことで、まあ、税を控除することによって、まあ、直接的な消費活動で、結局は都民の,の方にどん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 お金が回るような仕組みを、まあ、作っていくことが重要なんじゃないかなと思ってですね。で、今回それを訴える人が、あの政治家としては訴えにくいんですね。やっぱお金持ちを優遇するってなると、 まあ、票の数で考えたらやっぱりそこに対してお金持ちを優遇するなら票を入れないっていう方が数多くおられるので、まあ、あえて、まあ、僕はこう、まあ、これ声を大にして、まあ、結局お金持ってる人にいかに使ってもらいやすいような町、まあ、づくりをすることによって直接的に都民が豊かになる、まあ、それが一番早いと思ってるんですねっていうようなことをまあ思ってですね、まあ、今回あえて分かりやすいゴルフと という形で、あのー、まあ、都知事選に出馬させていただくことになったというような形になります。<laughs> はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、小松さんね。あのー、言うなれば、なんか優遇するっていうよりも、はい、飛行機が例えば1万円とか2万円で乗れるのは、200万円払ってるファーストクラスの人たちがいるからだっていう、<laughs> そういうことですよね。<laughs> はい、ありがとうございます。ファーストクラス200万円高い、バカなんじゃないのって言って、はい、あれ、ファーストクラス、もしなくしちゃったら、 1>, はい、1人、ね、1万円で乗れませんからね。はいはいはい。1人5万円とかね、確か計算するとね、なんか6万円くらいね、なんか払わないと飛行機乗れない感じになっちゃうんですよね。はい。だからビジネスクラスとファーストクラスがあって、それは払いたい人はどんどん払ってください。お金を回し続けてくださいってね、そういう社会にしないといけないって、そういうことですよね。はい。いや、私もね、全くその通りだと思ってるんでね、多分ね。 あのそ,うそういうイメージなのかなって思いながら聞いてました、<laughs> 本当にね。はい、あうい事業もいっぱいやられてねこう、金銭感覚というか、やっぱりね、党、あのー、や、ね、地方共公共団体のこう価値は、お金をば,ばらまいて、その経済を活性化させることだっていう,こう経済理論が当然あるわけなんですけれども、ある程度は、ね、投資してで、投資したお金っていうのは回りにくくなるから、投資じゃなくて今使うんだっていう方向に。 え多分言ってるんだと思うんですけど、経営感覚というのは大切です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、私の、ねえっと、自己紹介ね、はい、これから行ってみたいと思います。はい。イエーイ <laughs> 田田長長とと沢茂美ですなんでね現役の織田信長かというと私銀座博金館劇場で織田信長校の舞台主演をさせていただいて結構ねあの10公演中5公演私が、えー、主演を務めさせていただいたんですけども,も全体ではね3,000人くらいの方々が見に来てね泣いているんですねこれ脚本がいいんですけれどもね、はい、そんな私ですが防衛大学校を卒業して学生隊学生長っていう役職で卒業してその後ですね自衛隊に入って、えー、小隊長とかねあの36 6名くらい部下がいるた部隊の隊長とか、えー、い,ろいろんなのを経験してですね、そのあのー、もう泥水をすすりながら銃を持って山を駆けずり回るみたいなのをね若かりし頃やっていたんですけどもねそう、そうこうしてたら、えー、東京工業大学に、ね、合格したら行ってもいいよっていうね自衛隊で数名だけのプログラムがありまして、うん、あそうなのかっ,つってねこう一生懸命勉強してですね、なんとかそこに合格してですね。 えー、最終的に博士課程まで行きましたけど私高校生時代からプログラミング少年で『あのテトリス』とか『ぴよぴよ』みたいなゲームを自分で作ってですねベーシンで作って。えー あのー、それを授業中にね友達にやらせて高得点を競わせるその友達がね「あこここうなってたら面白いよ」っつったら「分かったっ」つその場でプログラムを書き直してできたよみたいなねそんなんやって遊んでたプログラミング少年だったのでその人工知能がね当時から作りたかったですまだねあの、はい、私が防衛大学に入る前は Windows すらねなかったようなそういう時代ですけれどもで自己知能を作りたいな鉄腕アトムとかドラえもんみたいなの作りたいなそれね一生懸命やってたんですけどね、あのー そのやっぱ、ね、難しい分野にチャレンジしちゃったなっ,って、ドクターは、ね、取れなかったんですけども、でも、ね、一生かけるんだったら、この分野だなって思って、だか,もうかなり、ね、AI とかその脳科学とかそういうものに関しては、一般の方よりも、ね、かなりプロフェッショナルになってますけれども、うん、そういった知識を持って、また、ね、自衛隊に戻ったわけです。そしたら、あなたねミ、ミサイル開発やりなさいってって、結構長いこと、ね、ミサイル開発、しかもその中央のすべてのミサイルにこう関係するような部署でやらせていただいて、あの財務省の予算要求とかね、そういう、まあ、はっきり言って ね、あのこ細かくあれですけどこう何千億クラスの予算要求に携わったりとかです、ね、実際に自分があのその後予算要求してね通ったようなものもありますけれどもそういう国の中枢においてその国この国がどういうふうに動いてるのかっていうのを官僚という立場でずっと見てきたわけです。 で、うん、あの、最終的にはね、また体調をやったり、ええー、はい、その都城っていう九州の地でね、あの、体調やって、はい、ああ、っていう、あの、隊員のね、足首をガッ捕まて、ガリ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 って引きずり回してですね、うん、お前、北西進化できてないからやめ直せみたいなね。そういう厳しい鬼教官みたいなね、あの、体調をやってました部下がね、百五十名くらいいてですね、そのみんなと一緒に暗く、お共にして、あの、任務を達成するっていうのをやってたわけですけれども。 えとね、やっぱりね厳しく鍛えないとですねいざっていう時にひょっとしたらその方がね死んでしまうかもしれないのでねもう心を鬼に,にしてねそんな人たちをこう育てるっていうね体調をやってましたそ,れでそうこうしてるとねまた、あのー、こう中央の方にえいわゆる昔でいう大本営的なね、あのー、幕僚陸上幕僚幹部っていうのがあるんですけどそこで予算担当だとか、うん、この国の装備品どう,どうしていくんだとかですね何を何個入れたらいいですかみたいなのをこう。 やってたりで最終的にはですね国会対応とかその防衛装備庁っていうあの、まあ、国の中枢っていうかこう開発したりファンディングしたり、えー、プロジェクトを管理したりする場所があったんですけどもそこの専任っていう役をやらさせていただいてね、えー そそろそろね私あのじ自分の人生を本当に生きるためにはどうしたらいいのかっていうので私は20歳までは反抗期でね親に反抗期で防衛,防衛大学入りましたみたいなね防衛大学入りましたんで20歳から40歳まではあの 自衛隊にね自分の時間を全て費やして、えー、この国にお仕えしましたと40歳から60歳までは自分が生まれてきた本当の理由天命使命のために自分の時間を使おうと思ったんですねこれはうちの母が60歳くらいに亡くなったんですけれどもその時にですねもう最後のもうぎっしり書き残した日記みたいな何冊もあったんですよ茂みそれをもう私の目の前でねシュレーダーにかけてくれって言われて これですら、こんなものですら、あの世には持っていけない、お金や地位や名誉、もうそんなの持っていけないって、みんな分かってますよ、分かってますけれども、本当に何も持っていけないんだ、あの世にはっていうことが、その時も、本当の意味で痛感して分かったんですね、そこから本当の人生を歩もうって思って、私は自衛隊を退職してすることを決意してですね、まあまあ偉くなってましたんでね、実は防衛大臣の許可が退職するのに必要だったんですね、防衛 <laughs> 大臣の許可を得るために結構な、ね、時間を要しましたけど、これでやめてから、 やめた次の日にマクドナルドのアルバイトに行きました。これマクドナルドのアルバイトがね、やってみたくて、やってみたくてしょうがなかったんですよ。でもね、公務員だったからできなかったんですけどね、そういうのを経て今は和服を着る、あほぼ毎日和服を着る会の会長だったり、あのー、映画プロデューサーとしてね、10本くらいの映画に携わって、うち日本は国際映画祭大賞にノミネート、1本は受賞。 し,してるそういう仲間たちと一緒にやっているという、そういうあと民間外交ですねあの、各大使館を集めるイベントを主催したりあの、世界中飛び回って大統領に懇談しに行ったり、その地域にいる日本人の要点という要、その要となるような人と、ね、懇談したり、あったりして、世界から日本を見るって、アジアと日本を牽引する、あじゃあアジアとアフリカを牽引する日本を作っているっていうのを、ね、やってるんです。ありがとうございいますイエースエでしたはい、ね 5分間くらいいでしたけれどもありがとうございますじゃあね次、えー、とお互いにね自己紹介が終わって、はい、あこの人こんな人なんだっていうのがね分かったところで、えー、とこれからじゃあね5分間小松さんから沢,沢へのねお題とか質問とかっていうのをこう何個か投げてもらってそれを5分間で答えてで今度また私からね小松さんにご質問させていただいてっていうのを5分間5分間でやって、えーはい、いきたいと思いますけど大丈夫ですか はい、ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、小松さ、ね、ん、はい、自分のこう何かも絡めて、私にご質問とか意見とかね、こうお題みたいなのを、えー、ちょっとね、はい、言ってみてください。それでは、用意スタートー。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ早速、あ今あの、サイトの方も見,あの見させていただいてまして、うん、<速>ありがとうございます。防衛大学でむちゃくちゃゃく優秀ですね <laughs> いやいや。小松さんも学歴すごいじゃないですか。先ほどね、言わなかったですけどね。はい、ね、もう全然そんな。 あのあそうですね、質問としては、もうえー、っと普通僕は普通にこう興味がある、お金が巡り続ける新東京経済圏構想について、もう少しあの具体的に教えていただけると嬉しいです承知いたしました、よくぞ聞いてくださいました、はい、新東京経済圏構想っていうのを私、考えてますけれども、はい、これ一体何なのか。 その前にまず私がねやりたいのはあの子供があふれ返る東京ね日本を東京から作り出すってことなんですけどそのために一番もうねいろんな施策ありますけども一番効果があって分かりやすいし。 意味があるのは何か、それは子供一人当たりに100万円を毎年15歳までの子供に給付するってことですね。15歳っていうのはこれ、ね、減服ってことです。減服するまでの子供たち、減服したら、ね、自分の使命を決めて、ね、勝手に生きていけってことなんでね。うん、で、100万円を給付して、例えば3人子供がいたら300万円。 ということは年収300万円の家庭が300万円入ってきたら600万になりますね、600万円ってかなり裕,裕福ですから、ああ、うちの子供も、う少しで5、ね、15歳を超えちゃうから、えーはい、もう一人、あと2人産もうかしらみたいな世の中にしたくないですか。はい、そうなん えー、そういう人を優遇するんですか優遇するんです。なぜならば、そこ以外に最も国籍的な未来を見据えた投資があるんですか、はい、ありません。これがもし高いというのであれば、全くもって政治家として未来を見据えてない、ね、ここ1年や2年のことをやってるんじゃないです。10年、20年の体系を我々はやっていくんです。そういう目で東京を動かすんです。これをやるために、じゃあどうするんですかそんなお金あるんですかってね、それが新東京経済圏構想ですよ。はっきり言導入して 政府や国やこの地方共公共団体の仕事はばらまくことじゃないんです。お金ばらまくことではなく、お金が回り続ける仕組みを作るということなんですね。それ以外、さっき言ってやらなくていいんです。じゃあ、どうやって回り続けるんですか半減期付き貨幣制度っていうのは、半減期っていうのは何かが半分になってしまう期間のことを半減期っていうんです。例えば、東京都が100万円の借金をします。この100万円の借金を半減期が例えば1ヶ月だとすると、1ヶ月間使わないで寝かしておくと、あっ って半分になって、は50万円が羽根が生えて税務署に飛んでいっちゃうわけですね。はい、わ税,税務署というか、と,との場合は間違いますけれども、飛んでいっちゃうわけです。やだ、50万円と飛んでくの、やだってなるから、1か月以内に使おうとしますよね。そしたら、最低でも1年間に12回、その100万円が人から人への手に回り続けていくわけです。回り続けていくのが12回で、1か月ぎりぎりまで使わない人もいないわけですから、20回から100回くらい、その100万円が回り続けていくわけです。 ととなるとどうですか党は100万円しか借金をしていないのに、経,あの経済っていうのは回り続けるから景気がいいわけですからね。はいはい、GDP は2000万円だったり1億円になるわけですよ。100万円しか投資してないのに、けえー、1000万円やあじゃあ、2000万円や1億円の GDP が増える。ということは税収は上がりますか、下がりますか。そうなんです、上がるんですね。これどころかお金が回り続けるということに意味があるので、この半減期付き貨幣制度こ,つこそが、 お金を回り続ける仕組み、これを作りさえすればいいわけです、えー。ということでね、最初は東京都は東京都ニコニコポイントとか、ね、そういうのでいいですよ。ね、スターバックスって、ね、あの具体名的に会社名言っていますけれども、これ何の会社だか知ってますかえー、コーヒーの会社じゃないんですかコーヒーじゃないですかえー、場所を提供する会社じゃないんですか場所を提供する会社じゃないんです。彼らのの収入の大きなところはですね プリペイド式で最初になんか使うか使わないか分かんないなんか1000円とか1万円の券のを出してそれあでコーヒー買いますよっていうやつですよねそこで入ってきた最初に入ってきたお金を運用してる運用益なんですつまり人からお金を集めてそれを運用するこれって銀行じゃないですかつまりスターバックスは銀行なんです <laughs> 実はそうなんですよね、だから、を理解していくと、ですね最終的に東京都は、ね、自分たちから振り出せる、この資本主義の仕組みを簡単に言いますと、誰かの借金が誰かの収入や資産になっているだけなんですね。なので、プラスとマイナスはゼロ、足すとゼロになるわけです、借金と、こ,のこれが資本主義の大原則なんですね。それどころじゃないんですよ 借金の方が多くなるんですねえなんで多くなるんですかそれは利子を払うからですね。つまり100万円を振り出したら110万円くらいをね、あのまあ、いや本当も、利子が福利ですから、まあ、実際二0 0万円くらいのあれをこう元本を含めて返さなきゃいけないわけですけれども、それが、ということは常に借金が膨らみ続けていく、これがだから持続的な経済成長をしていないと、資本主義っていうのは回らないってことなんです。これが、ね、資本主義のあれなんで、われわれの仕事はお金を回し続ける。これが新東京経済圏 怖そうだじゃあね、えー、今5分くらい経ちましたけれども、はい、今度ね、小松さんに、はい。ちの方からね、質問したいと思います。じゃあ、二つ、はいね、今この時期に、この東京都知事選に出た理由と一番やりたいことは何ですか、はい、あ,ありがとうございます。えー、いや、ちょあのーお、僕、めちゃくちゃう、あのー、嬉しくて。あのー 今の,その半減期付き、はいえー、の貨幣制度っていうのがあの、まあ、すごくその共感というかその僕もその、えー、とずっと悩んでいて、うん、特に僕の専門分野が、まあ、Web3 とかそのブロックチェーンというその業界になるんですけど、まあ、どうやったらその結分のエコシステムが続くのかなっていうのをこうずっと考えていて で僕はこうエンタメとスポーツを通じてあの経済圏をこう作ろうっていう形では今思ってプロジェクトやったりするんですけどその中でこう、まあ、お金についてやっぱりまあもっと深く考えるべきだと思って、うん、で、まあえー、と質問の意図とちょっと違ってはくるんですけどで僕が結局たどり着いたところがおっしゃるように減、えー、価する貨幣っていうやっぱりまあ が読んだ本で、エンデの遺言っていう、う自動小説のモモを書かれたミハイル・エンデさんっていう、はい。でのモモの時間泥棒の話から、エンデさんの遺言の話を読んで、うん、その中でその、えーと、ドイツの経済学者の,そのゲゼルさんっていうところにたどり着いて、でその当時、ゲゼル理論っていうのが、貨幣する、減価する貨幣ということで、 お金に有効期限をもたらして、本当にこう沢さんがおっしゃるように、お金にこう有効期限をもたらして、今日を使わなければ、明日になるとだん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 減っていくようなその貨幣システムを導入したんですね。で世界大恐慌のにまに、まあ、どこの経済も沈んでいたたにそに、そのオーストリアのある地域がそのゲゼル理論を対象にしてこう作ったんですけども、そしたらどうなったかというと、まあ、あのお金使わなければもったいないので、 結局入ったお金をですね、どん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 使っていくわけなんですよね。で、結果としてどうなったかというと、みんな使う、使わなければ損なので、最終的にもう税金もどんどん払っていくわけなんですよね。そしたら、ちゃんと税収も上がっていって、どんどん経済が活性して、そこの都市で、そこの町だけ1年間で経済がどん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 活性化したと。ただ、最終的にオーストリア政府が通貨発行権っていうのを大きにして、その政策を 取っっちゃったことによって、まあ、また経済が不安定になったっていうようなところになるんですけどもう一回やりたいことはあすげえそれだなと思ってただいっぱい本当にその今の金融資本っていうのがどんどんお金が膨らんでいってですね実体経済が伴ってないのでじゃあそこに対してやっぱどうあの使ってもらうかっていうところを今回どうしてもやりたいなと思っていてじゃあお金持ちの人から税金を取るというわけではなく もう使ってもらうように分かりやすくすべきなんじゃないかなっていうのを、まあ、今回どうしてもそのやりたいこととしてですね結局それが循環する経済システム成長し続けるんじゃなくて循環させる経済システムを、まあ、作り上げることができたら結局みんなあの、まあ、毎日の生活に不安を怯えずにちゃんとお金が入ってくるような仕組み生活ができるような仕組みができれば人としての,その生活レベルっていうのが、まあ、水準が上がるので 生,きやすい生活ができるんじゃないかなと、それをこう東京だとこれは実現可能なんじゃないかなと思って、まあ、今回、都知事選に出てまあそれを訴えかけていきたいなというふうにちょっと思っております。いやもう訴えかけていきたいなではなく訴えかけていってください。はい。いやーちょ、すごい嬉しいですあの。むちゃくちゃ嬉しいです。はい、いやーね、ね、はい、私実は東京都知事選に出てる方々って、はい、敵だとは全く思ってないですよ。はい、はい。だって 皆さん考えてください、供託金募集されることを300万円、もう大金ですよ、もう今回、ゼロ選挙というくらいですからね、それを、ね、もう皆さんから寄付をうわー吸い,いあ、ね、吸い込まれていく、供託金で吸い込まれていく、見ました、あれ、ぐわーって吸い込まれて、うわ吸い,込まれていくあれを、ね、やって皆さん、立候補してるんです、それなりの人角の人物ですよ。 はいはい、本当にね、その辺巷ちまたでいたら、もうリーダーですよ、だってそういう人じゃないって、立候補するわけないじゃないですか、それ、はい、わざと変な格好をしたりして、一生懸命、その自分の主張を、ね、訴えてるわけですよね、コスプレ、ドッツ全バカかとかっていんかいっぱいこう <laughs> 書いてありましたけども、はいはい、も何を言ってるんだ、あなた一人一人の政策見たのかってね、また僕ね、実は聞いてみたいですよ。はい はい、<laughs> ありがとうございますだからね、私ね、仲間だと思ってますんで、もう隣に、ね、入った時に、はい、うわ、なんだ、このゴルフボールのかぶり物って変、<laughs> 変なおっさんがいるわーってね、もう鏡見,見たらね、自分の方がね、被害をしてる変なおっさんがいるわーってね、そんな感じだったんですけども。<laughs> いや、ありがとうございます。はい、だからね、あのその票が割れるからとかね、そんなちっちゃいことをね、言ってんじゃねえと。はい みんなねあの、この東京を変えたい、良くしたいと思って出てきた人たちなんだから、それ耳を傾けてね、自分でさらに勉強してね、あの本当にあなたがいいと思う人に、ね、入れてくださいって、私はそう言います。はいはい、絶対やっちゃいけないのは、これですよね、あのはい、自分がこの人から利権をいただいてるので、この政党にお世話になってるので、そこに組織票としてね、もう何も考えずに、自分だけが得するから、それを応援するって。 これがねもうやめた方がいいですでもっとやめた方がいいのはあのー、投票に行かない。ではい、投票に行かない人ね、はい、入れたい人がいないんですって言いますけどあなたね投票に行かないということが組織票で必ず投票しに行く政党に投票してるっていう行為になっているっていうのをご存知ですか,、うん、かあなたが行かないことによって投票率が下がるとこ必ず投票しに行く人たちの票の重みを2倍にしてることになるんですよ。ーるとはい ということはそのの組織表のあるるととここににに投票しに行ってることになっっちゃってるわけですあなたが投票しないということがその人たちに投票したってことに数学的になってるってことをまずね知っといてくださ、はい。っていうのねだから未来も過去もこれから生まれてくる人たちまでを全部自分だと思って一体どこに投票するのかって考えたら今私が投をするからそこに投票するなんてことにならないはずなんですよね。 はいうのを、はい、ぜひこれから、ねはい、やっていこうということを語りかけていきたいなという、ね、今のお話聞いて思いました。はい、はい。じゃあねあの、お題がそれぞれ終わったということで、これからね、あのフリートークを、ね、あと20分から30分間くらい、はい、やっていきたいと思いますけども、よろしいでしょうか、何かね、<あ>お題ありますか。じゃあさっきのね、小松さんの,その半減期次可変制度、まさにね、それがやっていきたいなと、ねはいう話があったんですけど、はい、そこをもうちょっとあの聞かせていただけますか、その。はい。そうですね、なんか。 えーっと、結局、まあ、お金、まあ、えー、僕がやりたいこととしては、えー、まあ、お金持ちを優遇して、まあ、都民を豊かにするということにおいて、うん、まあ結局、その投資に回されるより、お金持ちの人はの場合なんですけど、まあ、貯蓄されるのも困るし、さらに、投資されるのも、うん まあまあ、投資もまあいい投資となんか変、いろんな投資があると思うんですけど、どっちかというと、持ってる人にはもう消費活動にまあ行ってもらうべきなんじゃないかなっていうところで、で結局その、お金って澤さんがおっしゃったように、多分利息がついたことによって、本来お、まあ、物々交換で便利だから、お金ってこう出来上がったはずなんですね。<laughs> はい、でそれがどっからから、まあ えと金を保管する人が出,きは出始めてきて、はい、それを貸し出す人が出始めてきて、はい、まあそれが銀行の始まりだと思うんですけど、でそこに対して、物々交換から、じゃあお金貸したから、じゃあ何パーセントにして返してねっていうわけわからない状態になったはずなんですね。で、食べ物は、食べ物で考えたら分かりやすいかもしれないですけど、じゃあ、えーまあ、本来だったら、まあ、食べ物って腐っていくわけで、ただお金に関しては腐らないと。 でまあ、家事保存として、価値の保存として、まあ、価値があるんですけど、まあ、ただ、えーと、食べ物が腐るように、お金も減価していかないと1、対1じゃなくななくくっていくわけなんですよね、うん、でそうですね、その利子だけだけ、はい、その富の総量が増えていき続けているわけですからね。はい、はい、ってことは、じゃあ、お金持ってる人っていうのは、貸し出すことによって、一生金持ちになっていくというような。 あのまあ、仕組みになっていてで、今こういった形でどうしても金融資本の方が大きくなっていて、お金持ってる人たちがすごい圧倒的な、まあえー、と力を持ってるっていうような状態なので、もうそこを、ね、やっぱりこう使ってもらって、あの格差をそこでこうどん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 ん減らしていく必要があるのかなっていうふうには。いや、まあ、この膨張はですね、はい、その組織や団体が、私の資産ではね、あの大体100系円くらい。 100円ですよ。はい、世界一のお金持ちって誰ですかって聞くとね、みんなの長者番付でね、ジェフ・ベゾス、イーロン・マスク、はい、25兆円とか言ってますけど、100、K、円の。 この要は通貨発行権を持っている、その一味ですよね、そういう人たちっていうのは100件ですから、25兆円から7桁多いわけですね。7桁っていうことは、お釈迦様の手のひらの上で、おお、イーロン・マスク君、ジェフ・ブース君、頑張ってるね、みたいな、なんかそういう、要は自分たちが発行したものに対して、その価値を見いださせられてる、我々がお金に価値があると勘違いせざるを得ないような社会環境に追い込むことによって、 えー、我々は操作しているそれでその25兆円ですらもすらっていうかねもう本当すごいですよねもう無理、はい、1>, 1億円ですら無理ってなってますけれども、はい、んその25兆円ですらもう彼らから見たらほぼ0円なわけです。はいはい、で我々はもうほぼ0円っていうかもう完全に0円みたいなもう,こう線で書いたらその線の太さの中に0に入っちゃうみたいなねそんな。はい そのゼロの人たち、持たざるものは延々と自分たちの時間を売り続けなければあの、はい、生活ができない。で、はい、そっち側の人はさらに増えていって、この地球全体の土地がすべて買い占められるまで、それの権利が続い、膨張が続いていくわけですね。はい、それを今もやり続けてるから、はい、さらにその格差は開く速度が広がっていってるわけですよ。はい つまり金、これは資本主義という名の金銭的奴隷制度だっていうことに私気づいたわけです。昔はねこの鎖による奴隷制度で鎖が行きたくねーって言って,言って、ね、連れていかれて薬、薬品をビリビリと押されて、でそうやって無知で叩かれてね、はい、あの言うこと聞いてたわけですけど、今はそれが第二次世界大戦で日本が、ね、原発 2, 2発落とされて、うん、負けてしまって、その代わり大東亜共栄圏のこうこう 気持ちを、ね、世界に広げたおかげでどうなったかというと、植民地が全部解放されたわけですよねそれをもって、実は本当の戦争証国は日本だという話もあるわけですけど、実際には負け,た負けてしまったわけですけれども、そうやって全世界が鎖による奴隷制度から解放されたがゆえに、 今はじゃあどうやって、奴隷制度やるんですか金銭的奴隷制度で。あなたでやりたくて、自分の生活のために、えー、お金がなくなったら死んでしまうような気がするから、それをやりたくないけどやってるんですよね。あなたがやら,やらせてくださいって、頼んでやってるんですよね。要は、やりたくないことをやらせるっていう意味の社会制度。つまり、これは既得権益は既得権益であるための、あり続けるための社会制度だってことに気づいたんですよ。うんうん、だからね、私の人生の目的は、実は人類の。 金銭的奴隷制度からの解放なんです。そのためにはこの金銭的奴隷制度の枠組みの中で書ち上がっていく必要があるわけですね。はい、うんもうそれは飽きて通貨発行権をま持つということなんですけど、まあ通貨発行権自体はなかなか持ってないので、まずは東京都ポイントでそれを あの例えばお年寄りの人にそのポイントをどん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 配っていくわけです。でそれはただであげちゃダメなわけです。何かの価値と交換しなきゃいけないわけです。じゃあどんな価値ですかっていうと、例えばおじいちゃん、えーっとね、お医者さんが言うわけですよ。ちょっとお塩を減らした、ね、ご飯にしてみましょうかって言って、お塩を、ね、減らした写真,をど写真を撮ってこれを、ね、ここにあげてくださいと。 例えば言われたとしたら、う、はい、わ、めんどくせえな、俺、塩気があるの好きだしな、でも先生が言うからやってみようって言って、ね、一生懸命こ取ってあげたら、そのお医者さんがね、そのなんとかポイントっていうのをこうチェックしていくと、そしたらそれが、えー、毎月なんとかポイントがね、こう入ってくるとか、はい、あじゃああなた、ウォーキングをね、1日500メーターやってください。まあ、それもね、ちゃんとやったらその、つけてくれてねって、みたいな、そういうポイント性、こうゲーミフィケーションですよね。はい,はい、はい。ゲーミフィケーションが昔はもうほぼ不可能でしたよ。 誰か何メートル、えー、で今、それがこう例えばちょっとした腕のバンドとかたみんな持ってるスマホとかですねそのスマホなんて1万円、2万円の投資ですよ。はい でそれをやることによってどんだけの経済効果が出ると思ってるんですかそういう、ね、世の中にしていくことによって例えば、はい、おばあちゃんの徘徊問題とかいろいろありますし大体いいねあのボケていく最大の原因はコミュニケーションしなくなっちゃうからですよね。はい、コミュニケーションを獲得させるのがゲーミフィケーションですからお年寄りに対しては例えば老人版キッザニアみたいなね社会には直接価値が提供できなくても自分たちのコミュニティだったら 価値提供できるから、キッザニアとかってそのポイントやってもいいですし、その東京都ニコニコポイントと東京経済圏ースはこれね、連動してるんです。<ー>みたいなものをいやいやで、それを今度はゲーミフィケーションは若者に対してもこう、ねはい、追い抜けて追い抜ける世の中、今、追い越そうとするとね、なん、はい、だて、てめえはってね、はい、<laughs> ガン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 とんかチで叩かれるようなね、はい、要は自分がその地位にのさぼり続ける社会。 が成長しますかってことんにどん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 追い越させていく社会。あの人はあんなにいっぱい多くの人を追い越させた。うん、あの人はすごいっていうね、そういう社会にしなきゃいけない。一番追い越させたのは吉田松陰ですよね。吉田松陰なんかね、29歳で消化損術をやって、はいはい、そから1年半しかやってないのに、幕末の指示がほとんど出てたっていうね。 何か教えたんじゃないんですよ。私を追い越していけ。お前には素晴らしい天命がある。天命に生きろ。それに気づいた人たちのエネルギーのすごいこと、伸び率のすごいこと、<laughs> そういうことをね、私はね、現代の吉田松陰としてね、やっておます。<laughs> お前、織田信長じゃなかったのかよってね。あのあのね <laughs> いや、みんな萩市に行くべきですね。<laughs> <laughs> この間ね、行ってきましたよ。萩のあの、えーにね、子供たち連れて。 あいいですね。はい、僕も一応行きました、激しい。はい、はい。あの、ちっちゃな建物でね、その志を唱え続けたんだなって思ったらで、ね、それを、あの、選挙融先と東京駅の前でやってたんですよ。もうそれ言っててね、はい、泣けてきちゃってですね、もう一人で泣いてね、はい、何言ってんだ、このお尻の親父はみたいなね、感じだったんですけれども。いや、面白いですね。<laughs> <laughs> すごく、はい。いや共感がすごく、あの、勝手にさせてもらってて、はい。いや、すごく嬉しいですね。はい。いやー、 だからね、票、うん、を入れてくださいとかそういうことじゃなくて、ね、みんなでね、はい、こう価値あるこれからの東京をこの方向に持っていくんだっていうのを、ね、みんなで唱え続けて、ね、あのその東京をね、良くしたいっていう仲間なんですよ、今のこの50、ね、何人離婚してる方々はい。はい、それはあの思惑はいろいろあるんでしょうけど、そこだけはね、変わってないんです。ははい、はい。 宣伝したいがために出てきた人とか、売名行為も、それは多少ね、あの自分の目的の中にそれ当然入ってても別にいいんです。でも根本は東京を良くしたい仲間なんでね、僕はね、あの喧嘩する必要もないしね、みんなで政治を全員が、国民全員がね、考えていく、あのーうん、きっかけになればいいなって、ちなみにね、1票入れたってしょうがねえとかって言ってるじゃないですか。でも1票あたり実は,はい、はい、あのね 300万円くらいかかってるんですよね、その一票を票するためのその選挙の、はいはい、かつ、その選挙のなんか土台を作るのが確か50億円くらいでしたっけはい。はい、それをこ4年で割るんでしたっけはい。1>, 1人期4年で、その一人投票権を持ってる人が1000万人くらいいるから、はい、それ割ると1人300万円くらいなんでね。はい、あなたが行かないとその300万円を自分の、はい あの必ず投票しに行く政党の人に入れてるってことになっちゃうんですよね。これを知ってもらいたいたんですそしたら投票率上がって投票に行かない層がさあの20歳から40代なんですけれども、はいはい、その人たちが投票しに行くようになればこの,このねもうはっきり言いますよす国民の政治に関する関心のレベルが政治のレベルそのものなんだよ。 ページのレベルが低いねって言ってるってことは、あなたのレベルが低いってことなの。そしてあなたが選んでしまったら、その人が何が何でも4年間やるってことなの。はいはい。だから途中であの人はやっぱダメだったとかって言ってるのは、あなたの責任なの <laughs>、はい。はいはい。はい、っていうのをね、私はいつも言ってるんですけどね。はい、はい。いや、素晴らしいです、本当に。<laughs> 本当にたまたまニコニコで32番でしたよね。私33番私の隣が1番だったんですよね。AI メーヤーさんが1位やった。あ、はいはいはい。で、たまたま隣に座ってうわ変なの来たなって思ったと思いますけどね。この辺、モノが集まってきたわってね。はい 思ってましたけどね、これがご縁なんです。もう神様はね、いるかいないかどうか分かんないですけども、はい、いるしたらね、神様はね、もう間違いは起こさない。今起こってることこそが正しい。はい、はいはい。完全に正しいんです。だって正しいのは絶対変えられませんからね、もう起こっちゃったことはね。うん。そうする、私ね、これは私の信条なんですけど、はい、最善最良のことが最高のタイミングで起こり続けているんだということに、 気づいたときに初めて本当の人生が始まるっていうね。へえー。だからね、私ね、最近気づいてきたんですよ。ここ2年間ぐらいでようやく気づいてきてですね。はい。なのでね、毎日すごいことがね、起こり続けるようになって、だって5年前まで私、ただのね、はい、公務員でしたからね。いや、ほん <laughs> <laughs> この5年間何,何があったんですかこの5年間でね、こんなになっちゃったっていうね。<laughs> いや<ー>、<ー>すごいですね。 いやほんとね5年間の間にその映画もねそんなにいっぱい携わってうち日本をね国際映画祭にあの大賞ノミネートとか受賞したりとかっていうのもないし今ね撮影してる映画もこれもおそらく、ね、ノミネートするっていうのね思ってるんですけれどももうそういうのもそうですし、うん、民間外交で大統領と混乱するとかもね考えられませんしねあもう、はい、ほぼ毎日ありえないあそう、この間はね私は落語の公演を池袋でやってきたんですよへー で,はい、はい、で次その4月に今度織田信長の公演が来たんですよ。えー、あの銀座博品館劇場でやってます。はい、で6月にはカンヌ国際映画祭にレッドカーペット歩きに行ってそこでも織田信長やってきたんですけどね。<laughs> <の>へぇー。サライソードを持って、ね、みんなで持ってってそれで演文みたいなのやってその織田信長のミニバージョンみたいなのね。でエジプトでも国営劇場でやってきたんですでこう、えー、この1年間だけでぐわーってこう来てるんですよ。 これがその最高最大のことがねあの最高のタイミングで訪れているということに気づいたら本当の人生が始まる本当の人生が始まってきたんです。うんすごい,すごいね,ね。サボさんいいですねっていう話じゃなくて、はい、あの全員始まるんですと始まるけれども、はい、今起きていることはうわーやだーこんなの受け取りたくないー。はい 「そうわさんチャンスください」ってあげたら、はいこ「これリスクですからいりません」「いやいや神様これリスクですよ私が欲しいのは甘くておいしいねあの飲み物であってこのね熱くて苦くてねこうやけどすりゃんけ」っていうやつを、ね、もし出てきたら「あこれが最善最良なんですね」って言って一生懸命飲むと神様「お これちゃんんとと最善だ最だってここに気,づ気がついたんだあちょっとこれが飲んだってことは次これが起こりますよ。うんうん、で、これを飲んだってことは次これが起こりますよって言って、その要はそれを飲んだからその最善裁量が起こるってことをあの、それをね、神様は仕込んでくれてるのに、あれ、はい、なんかあんた飲み干しませんでした。はい、私はこういうのはいらないんですって、自分の価値観でこう神の価値観を否定してるっていうかね、はい、そんな感じの人には、ね、またもう一回飲めみたいなのが来るわけですよ。はいはいはい。 でこれねこれはただの例え話ですけれども、はい、まさしくね人生ってそうなってるんだなって思,ってうん思えば、ねはい、自分がガーッと成長したりうわーこれっていいことだっていうところにたどり着いたその原因はたどっていくとこれがあったからだよねこれがあったからだよね,これ,だよねこれがあったからだよねってこう一番下に行くとこれってあの最低最悪だったこの出来事じゃんみたいなね。ううううんんんん この最低最悪っていうのはただ今の自分がしょぼの価値観がしょぼいからそれを最悪だと思っているだけであって、はい、そ何かを達成した自分から見たらそれってこうやってたよねみたいなそういうことだったりするわけなんですよね。はい、はい、っていうことが気づいたんです。へえまあ確かにこうそうですね日々がまあ最高の確かにタイミングですよね。これがねあの、はい、本当の人生を生きる唯一の方法だっていうふうに今ね 思ってですね、はい、最高のタイミングで起こり続けていることに気づくだけ。はい、そしたらね、もう何があってもありがとうございます、神様、みたいなね。これを飲み干せと言ってるんですね。暑くて苦くてもう死にそうですけど、本当に飲み干すんですけど飲み干すんですってグビグビと。チ <laughs> チャ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 って言いながらね、あの飲み干していくと、もう本当にすごいことが起こり続けるって、はい、これね、もう経験なんですから、もうだんだん、人間って聞いてもね、分かんないんですよ。自分が経験したときに初めて、うん、そうだよねって言えるわけですね,、はい、もね。ぜひ、どんどんね、協力していって。あとね、もう一個ね、たどり着いたのはこれなんですよ。目の前の相手を自分だと思い、相手に良いものを渡し続ける。何はい、はい、かっていうと、みんなね、自分のステージを上げようと思って、一生懸命自分のステージ上げようとしてるんですよね。 でもそれってなかなか上がんないんですよ。なんでかっていうと、自分のステージの高さは、自分の周りにいる人たちのステージの高さの平均値だから。はいはいはい。だから自分を上げようと思ってもしょうがなくて、自分の周りにいる方々のステージを上げてあげるってことに注力しだしたら、もうみんな上がっていくわけですから、そうしたらね、その人たちのステージの平均値が自分なわけですから、ねはい、多くの人を上げた方が自分のステージが上がるっていくことに気づいて、で目の前の相手を自分だと思って、相手に良いものを渡し続ける。 これのね、逆を皆さんやってるんですよ。目の前の相手を他人だと思って自分がいいものをもらうやってるから、うんこういう人はじゃ成長しますかと成長しません。はい,はい、はい。私の周りにいる方はね、どん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 ね、ステージがね、上がってってます。<ー>考え方とかね。だからこそその方々があのボランティアとかでね、今回のやつも、なんだかんだね、ここ何人いるかわかんないですけど、200人くらい、ね、お,手お手伝いしてくれてね。へすごいゼロ円選挙とかできるんですよ。もう私のね、 ポスターとかすごいですからね。何がすごいかって、こう私がすって貼ってきてくださいじゃないんですよ。あのこれをダウンロードして、印刷して、ラミネートして、えー、ラミネートできない人はクリアケースに入れて、はい、自分で貼ってきてください。ああ、はい。なんかを教えてくださいみたいなんです。はい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 。でこれでね、0円選挙やってるんですけど、ね、だから印刷もしてないし、あと、 車もね、借りようと思ったら、なんか、よくよく調べたら、私、実家に軽トラックがあるんでそのボロい軽トラックでね、あの持ってこようかなと思ったら、軽トラックダメなんですね、あれ。あ軽トラックダメなんですかなんかね、軽トラックの上で乗って演出すればいいじゃんって思ってたら、軽トラックはダメみたいなことが、そのなんか規定が細かいのがあるんですよ。全然違反してたらまずいなと思って、一生懸命読んでたら、軽トラックダメって書いてあるから、はい、ダメなんだって思って、しょうがないから、ちょっとちっちゃい脚立を。 2000円くらいで買ってきたやつの上に立ちながらね演説してますよ。はいはい。<laughs> いや、いいですね。<laughs> なんかそういう苦労話みたいなのがあったら、ぜひちょっと教えてください。まあ、そうですね、<laughs> なんか、えーまあ、今、その,あの背景にある目の前の相手を、自分だと思い、相手にいいものを出し続けるって、これ僕はあの、 結構読書が好きなので、あの、むちゃくちゃ本読みあさってた、読みあさってるんですけど、で、当時、そのサラリーマンの時とかだと、結局やっぱ自己啓発かビジネス書を結構読むことが多くて、自己啓発で最初にたどり着いたのが、まあ、思考は現実化する、<ー>ナポリオン書いてる。まあ、そこにも書いてあったんですけど、結局は、まあ、えーと、自分がしてほしいことを相手にしてあげるというのが、まあまあ、もうもう、はい、ああ、すごい。ね、悪魔を出し抜けるところですけどね。<あ>は,いは,いはい、はい、はい。はい、すいません。はい、 はい、結局そこに書いてある原理原則はやっぱり自分がしてもらって嬉しいことを相手にしてあげると。で、それをあ確かになと思いながら、いろいろ今度こう宗教のところ、まあそれまあ仏教にするしろキリストにしろ、まあ、それこそハンムナビ法典にしろ。うん、書いてあることっていうのは原理原則は一緒で、ハンムナビ法典だとこう目には目を、歯には歯をということで、自分がされて嫌なことは相手にもしろみたいなっていう、まあ、逆説を考えたらそうなんですけど、結局やっぱり。 自分がしてもらったら嬉しいことを相手にしてあげるっていうことで、まあ、すごく、まあ、まあ、そういう生き方をすると結局応援もしてもらいやすいですし、まあ、おっしゃるように、相手のステージが上がると、やっぱ自分のステージが上がるっていうのは、ああ、すごいそうだなっていうのは、こう、今まで生きてきた中です。まあ、すごく痛感をしているので。原則ですね、まあ。はい。ですね。まあ、まあ、ただ、今回の途中戦は56人、まあ、出られて、まあ、本当にこう、一人一人の方が、まあ、いろんな、 まあ思考があって出られていて、まあおっしゃるように安くないじゃないですか。あの、あの教達金300万積んで,で、実際300万だけど終わらないのも事実じゃないですか。いろいろやること、お金かけることもあったり、で、皆さんおそらく何かしらの、まあ、えっ、ー、と、本業とか、こう、いろいろことをやりながら、まあ今回、まあ都知事選ということに出て,出てたりするっていうのは、まあバイタリティやっぱ、まあすごいなと。 僕は今回、まあ、立候補して思ったのが、まあ、改めて、まあ、どっちかというと、まあ、政治なんてね、みたいなことはこう思いながら、まあ、投票行ったり、投票行か,かなかったりみたいなのがまあ続いていたので、まあ、改めてこう見ると、まあ、小池さんもすごいなと、8年間、あまあまあ、いろんな意見がありながらも、8年間続けるっていうのは、すごいんですよ。 コロナもあったしねあの、オリンピックもあったしね、いやすごいですよね。あのと乗り切れるんですかってねあの、小池さんのことだめだって言ってる人にね、<laughs> コロナなんて誰も経験したことがない、あんなね、はい、私の子人気の時にすごいの来たなっていう、毎日はもうあ眠れないんじゃないかなって、今、小池さんの立場になると思うと、いや、すごいなとそういうふうにやっぱり感じますし。はい,い<や>、はあ だからね、あのー、私は小池さんもすごいあの尊敬してますし、そのはい、私が都知事になったらその、ね、ぶっつりとあれを全部やめるなんてこともいたしません。やっぱりね、政策っていうのは、10年くらいやって、ようやくね、はい、形になってるものが、ねはい、あるんで,で、よくね、公約とかで、あなたこれできませんでしたよねみたいなに言ってる人がいるんですけど、そんなこと言ってたら、 1>, 1年や2年でできるようなことにしか注力をしない人たちが出てきたら、この国はどうなるんですかってね、逆に言いたいですよね。はいはい、どれだけ進んだんですか、はい、私が都知事に。だって10年ってことは、例えば60歳でやったら70歳になっちゃうじゃないですか。はいはい、70歳になったらまた次の人に変わっていった方がいいですよね。だからそういう意味で、目の前の相手を自分だと思って、それを継承していったり、はい 今まで死んでしまった過去の先輩方やこれから生まれてくる未来の後輩たちまでも自分だと思っている人がなっていかないと、なんか今自分が生きてる間に成果やって私が責められないように私がね、責めを受けないようにしなきゃいけないんだって、そんなちっちゃな政治家がこの日本を東京引率いていいんですかってね、逆に聞きたいですよ、はい。はい、確かに。はい。はいここんななな世界的な、ね、大きな都市をやっぱりこう ちゃんと残り続ける年にしないと東京ちゃんと成功と言っていいかわからない循環する東京の経済圏ができると世界に対しての指標になると思うのでそういう場ではやっぱり東京イコール今の資本主義を表しているような年だと思うのでなんとかねちゃんと循環する経済圏っていうのが。 まあ一人一人がちゃんと関心を持って作り上げることができるんじゃないかなというのは東京であれば思いますしね。全くその通りですね。私ね、はい、東京っていう言葉はこれね、日本の東じゃないんですよ。はい、世界の東なんですね。はい、世界の東の都が東京。はいね、だから、地図ではね、一番右側に、はい、世界地図では必ず一番右側に、ね、日本が出て うん、ルンで極東って言ってるんですけど、今度、東の都から日、いずる国から世界が変わっていく、今、先進国がね、どんどん修正率が下がっていく中で、東京だけから、えー、東京から子供があれ出したらなんで、それはこうだからです、うん、新東京経済研究機構でだからですとかね、本当にもういろんな施策いっぱい作るよりもね、本質的なのをドンってやって、そこにねあの、投資した方がいいっていうふうに思ってるんですね、なぜなら分かりやすいしね。ははい、はい これからね、一,いあの一緒にね、こう東京を盛り上げていきましょう、小松さん。あぜひよろしくお願いします。東京経済圏機構もね、別にあの違う候補だからってね、あのどんどんどんあの澤さんが言ってましたけどとか言,言わないで、もう、どんどん自分の意見として、ねはい、もう発信してください、もう。だって、はい、私、目の前の相手、自分だと思ってますから、この私が立候補、当選しなくてもね、ちゃんと未来を見せた、そこの考え方が広がっていくこと自体に意味がありますよね、はい、吉田っって言って言るんですよ うん、そんなのじゃなかったんですかって。いや、もう吉田松陰大好きだ。はい、本当吉田松陰もうね、吉田松陰。読本とかね、あの、はい。はい。読んで、まね、ここにあります。あ、これ、おだ、おがた順中か。先生のね。おお、はい。この間萩に行った時にいっぱい買ってきましたけどね。はい。もう世に。ああ、はい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 。立本六ですね。はい。はい。あ、こう。 あこれは違うか。うん <laughs> いや、じゃあ最後にですね。あの23、はい、分であの主張をまとめるというか、何か話したいこととかえー、今後こうしていきたいとか、ささん大好きとかですね。なんか色々言っていただければと思います。じゃちょっとね。あのこれ終わりに12分でお願いします。はい、ありがとうございます。ま漢、あ、字のまあ、ゴルフの政策はどうなの？っていうところ、ちょっとまだ言えてないところもあるので、あの実際にやっぱりえっ、ー、とエンタメとスポーツというところにおいて、やっぱ人ってすごく。 集まりやすいいと思って,いてで今回まあ東京っていうのは東京なおかつ日本は世界で2番目にゴルフ場の数が多いんですね。<ー>でもうむちゃくちゃ多いんですよ2700か所ぐらいあるので,、あのー、でそアメリカに次いで2番目なんですよね。で ってことは、じゃあ、お金持ちのがやる、まあ、ゴルフがすごい多いので、じゃあそれをこうやっぱ東京にこう集結させるっていうことは、結局はこう日本の経済をこう活性化させるということで、ただ、あの東京ってそのゴルフをしにくいんですね。あのまあ、近くにあまりないというかですね、まあ、えそれこそ千葉に行ったりとか、まあ、他のところに行ったりしなければいけないと。で東京都内と30分圏内でワカスゴルフリンクスっていう、まあ、都が運営しているものがあったりするんですけど、非常に 安いですよね。安いのはいいことではあるんですけど、実際に混むんで、じゃあそこをもう民営化してしまった方が、24時間やってくれた方がですね、結局アクセスもいいですし、そこの売り上げも上がるし、結局は都としても税収が上がってくるので、まあ、そのゴルフをこう通じてです、ね、世界中からお金持ちも集めて、まあ、エンタメスポーツを発展することによって、まあ、人としてのと楽しい生き方が。 まあできるんじゃないかなと思ってです、ね、まあ、それをまあ政策としてまあ訴えていきたいなと思うので、まあ、ゴルフをやろう、東京でやろう、まあ、お金を使おうということで、まあ、どんどん訴えかけていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。マツケさん、ありがとうございます。はい、私、対談できて本当にう嬉,、はい、<laughs> 嬉しいです。はい、いや私も最後の、ね、主張を述べますけれども、はい、私は、ね、国家公務員をやめて今、東京都知事に、えー、立候補いたします。万、はい、をにしてこのタイミングが来ました。 ご先祖様、そして生まれてくる未来の方々、そして今生きている我々、この全部、これを総体って言うんですけど、この総体に対して、我が国が誇れていく、ああ、この日本があったおかげで世界が平和になったんだな、それを作り出す、ああ、この東京があったおかげで日本がこうなったんだな、その今、時期に来ている、間違いない、それを私がこの実行力、行動力で実現していきます。 うん、なのでね私国家公務員もやってましたしそういう事務能力とかあの皆さんを巻き込んでいったりねサーバントリーダーシップで皆さんの力を最大限に引き出すことによって上がっていくだからね何か新しい制度を作ってほら私が買いましたじゃないんですと超優秀な都の、えー、高級官僚その公務員の、えっと とにい,やそのいろんなとこでもう本当に身を粉にしてね働いているんですよ。それは普通の会社も全部同じです。その方々の力がもし10倍になったら、でこれやる気が出たら10倍以上になりますよ。もうはっきり言ってもうやりたくねえねなんで俺だって言ってる人たちがいるから伸びていかないんですけど、そういうのを伸ばす、皆さんの力を最大限に伸ばす。もうはっきり言いますよ。あなたはものすごい能力、ものすごい役割を。 与えられてそしてこの地球にこの東京に今この時期に存在しているんだ、うん、もったいないあなたの本当の役割あなたの天命使命に気づいてあもうこれだって思って突き進めるようなそういう環境を作っていくそういう 考え方を手に入れられる人たちをより増やしていくんです。これによってのみ、ね、私の政策、制度でやったんだ。だからみんなこの通り動けばうまくいくんだじゃないんです。一人一人の考え方がそのようなものを手に入れていくことによってのみ、この東京は良くなっていくんだ。うん、これを、ね、私の主張としたいと思います。はい、ありがとうございます。今日最高の時間になりました。ありがとうございます。はい、それでは皆さん。 またねー。いはい、ありがとうございます。